はい、あと1日と0時間になってしまったんで、ちょっと遅ればせながらしたいんですけど、このゲーム僕したことないんですよね。もちろん名前は聞いたことあるけど、ルールは知らない状態で、どんなもんなんかなってちょっとトライアルだけさせていただきたいと思います。もし面白かったら買いたいんでと思ってますけども、いや買いはしませんか。でもいや、このクロスワードみたいな感じなんかな。ちょっと待って、一回ちょっと1番にクリアしよう。選ぶくんの中のブロックをつかみ、マスの上に置くと言葉を作ることができます。赤、はい、下から上から下、左から右だけです。うん、そういうルールがあるんですね。逆方向を斜めに読んだらします。あ、そっか、クロスワードとちゃうぞという。クロスワードはどうやろう、わからんけど。10個使え。ちょっと待って、10個、あ、ん、どういう意味。愛知、うわ、連鎖するやこれ。愛知かと思ったら愛から始めたな。愛から始めたってしときゃよかったな今。使うだけね、なるほどね。やばい、ない。なんか小学生みたいな。そっか、後のことも考えなあかんのか。なるへそね。あぶね、そういうことね。あ、俺これ失敗してんじゃない。なんか思ったより繋がってて恥ずかしいんですけど。あ、もう選べるやん、すげえ。あ、俺も失敗してんじゃないこれ。あ、いけでもいいか、そういうことか。ち、ち、け、け、え、け、ち、ち、ちょっと失敗して、あ、こがあれが、こいや。愛から始まって、こいで終わるっていうね。こいから始まって、愛で終わった方がよかったか。おうちこ、く、くいこ。あれ？これ置けんやん。愛知子、解雇、解雇。あ、職を辞めることって書いてあった今。俺別の解雇を考えたけど、憩いも入るんやん。これすごい、なんか今小学校の時に脳みそのシナプスが変わった気がする。なんか癖になりそうやね、確かに。これはしかも答えが一つじゃないということで、これめちゃくちゃすごいな、これは。麻雀の100倍作るの難しそうですけど。マスに置いたブロックを戻したいときはビボタン。あ、戻せたんかい、先言ってくださいよ。あいうような書き込みがこうなってるんですね。どう難しくなるのかな、これ。せ。まあ、だから、もしね、これね、例えば、顔置くやん。ならんってことね。世界ってしたくても、まずすぐならなあかんってことか。すぐならなあかんのやな。せ、え、ないよ。せい、せい、せい、せき。これ難しいね。せきか、行けや。へー、なるへそね。面白いですねこれ。これむずいな。スイッチ向かい、スイ、まあ、日本語っていっぱいあるってことだよね。だから辞書全部入ってるのか。臭い、じゃあ臭いじゃない、くそ、くさ、くそじゃない、くさ、さし、さし、さし、いいの、さしなら何でもいいっしょ。あ、これ知らん、
しこしこいいの。ふすも。こうはやばい。やばいっていうかこれ やばいっていうか。うわすげえなんかこれ。そういうことで。じゃあ失礼しますね。あんま長く撮ってもあれやと思いますんで、一斉トライアル皆さん楽しんでください。何も面白く喋れませんでしたけども、失礼いたします。